真上に太陽やから見えるやん、中ほんで持ってきないしね、ライト重たいからね。おお、中見える見える。これはやっぱりこのね、霧石やから、これだいぶ後やね。7世紀中とか8世紀初めか、そんなか。これはすごいね、やっぱり高質のやつやね。これはすごいわ。この切り石は平たく切ってね、それ立てて左側の方はね、奥の方はちょっと分からへんね。こっちはまあ広い、大きいけどね。ちょっと入ってみましょう。本来ならもうちょっとあったんだろうな、高さが。下がね埋まっとるから。このこれすごいね、この石棺も。蓋はどこに行ったんだ。奥に入ってみるとどうだ。うわあ、すごい。これはすごいわ。これ一枚しかねえ。奥も一枚かね。側面も一枚かね。ああ、すごいね。こっちも一枚。で、天井石は天井も一枚かね。すごい。だいぶ後やな。だいぶ後でございます。この加工の仕方はね、一応両層でなってるし。わ、すごいな、これ。ということは、西高温とあんま変わらんぐらいの時期か。文殊院西高温と変わらんぐらいの時期かね。こんなにすごい。いやいやいや、これすごい。一回来てんだけどね、こんな感動した、してないね、前はね。ああ、石棺があるな、ちょっとぐらいのことやったんやけど。ねえ、すごいわ。ちゃんと見ると。ちゃんと見てないよ。すごいでございます、これ。ほんで、船頭が、船頭の天井石が1枚、2枚、3枚かね。あら、すごくございますわ。蓋はどこ行きましたか。蓋は蓋はだけ持って帰ったかね。あの上にね、城ができたことがあるみたい。上に城を作った時代があるみたいやからね。城で使ったか。これはすごいわ。失礼しました。西宮古墳、ちょっと感激新たやわ。全然こんなにすごいと思ってなかったね。おお、木の出が。これすごいですわ。これもやっぱりね、ちょっと横に倒れたんだよな。だからひょっとするとやね、あと、天井石が、あ、これ開くなってるから、天井石があと1枚ぐらいこう乗ってたかもしれんな。取られましたか。これはすごいございました。失礼しました。この、たたずまいやからね。いやー、ちゃんと見てなかったね、前回来た時は。ぼーっと見てますんやわ。すごい、これは。これは、岩尾山か、岩屋山か。あこと匹敵するね。やっぱ皇室関係やろね。そういうことでございますかね。これだけね、やっぱり、切り石を使っているということは考えられんもんね。はー、失礼しました。こんな素晴らしかったと。ほんでこれを自由に見て見学できますからね。見てくださいみたいなましたけど、自由に見てくださいね。これがこの石がちょっと斜めにね、だいぶね斜めになってますやろ。これがだから土砂がね、どんどん崩れたんだよな。これは吹石まだ残ってるわけ。これすごいな。吹石あれ落ちたら頭当たるわあれ。ということは、7世紀の末か8世紀ということは、1100年、200年前か。西暦600年代か。いや、700年代か。1300年前か。ああ、すごいね。こんな、その当時ね。
失礼しました。これ一回見に来てください。これ最高ですよ。これ中も自由に入りましてね、横に駐車場もありますからね。へぐり中央公園の駐車場入ってもらうと、ね、入れてもらうとね、歩いてすぐですわ。はい、だから次は武道塚古墳行ってみましょう。はい、ありがとうございました。西宮古墳でございました。素晴らしい石図が見れますよ。石棺まで一気残ってますね。ほんでね、武道塚古墳はあっちの方やった。どっちの方やったっけ。あの辺やな、あの山やな。はい、あそこまで歩いていきましょう。400〜500m あるか。いやー、すごかったね。びっくりした。前来てんだけど、全然前感動しなかったね。何にも関係なかった。ああ、石図あるわ、言って入っただけやからね。その、加工の技術なんか見たらすごかった。随分遅いね、あれは。7世紀の末か8世紀。いや、7世紀中か8世紀か。前半やろな。先人100年、200年前やわ。失礼いたしました。あ、ここにも駐車場あったんだ。ここ駐車場あるけど、どこから来るんだろうね、わからんな。やっぱり歩いていきましょうか。